はいどうも、本日の東京12チャンネルは今東京ファンがみんな一番気になってる人のことについてやっていきたいと思います。ということで、横に誰かいるぞと思ってると思うのですが、自己紹介お願いします。健三です。で、誰どういう人どういう人だと思いますまあ俺のアミーゴ、俺の友達なんだけれども、彼はスペシャルなんだよ。何がスペシャルかっていうと、ブラジルサッカーについてもとてつもなくいろいろ詳しく知っていて、しかも人脈があるということで、みんなが今一番知りたいブルーのウビニ君について、多分日本で今一番知ってる人だと思うのでね、俺自身もまあまあ知ってる方だと思うよ。だけど俺以上に知ってるのでいろいろ聞いていきたいと思うんですが、まず健三君がまずブラジルサッカーとどういう関わり合いがあるかというと、結構仲いい選手いっぱいいるよね。例えば誰仲いいですか？ファンダミアン、オスカル、アリソン。だからキリがないです。キリがないよねそんな簡単にキリがないよねっていうほど。一つより分かりやすい逸話と言いますと、去年僕お正月に南野くんのデビュー戦のリバプールとエバートのダービーデビュー戦見に行ったんだよ。その時にたまたまあったよね、はい、で俺剣持ってて、剣三持ってないからギリギリまで剣探したりとかしたけど、剣が手に入らず、あじゃあ俺先入るわって言った後、まあ入ったんだけど、どうやってチケット持ったの？アリソンの奥さんに連絡してその場で用意してみました。そんなやついないでしょ。なんでブラジル代表のリバプールの守護神の奥さんに電話して剣を取ってもらう？まあそんな感じで、まあ、世界中にそういうネットワークがあるわけですよ。でそんな中で今回東京にやってきたブルーノ、結構仲良い方なんですよ。はい。出会いは？出会いは仙台か。今はもうないよね。ないです。まあユース年代の大会で仙台に結構ブラジル代表来てたよね。来てましたね。うん。2010年の仙台カップ。はい。その時のブラジル代表メンバーでどんなやつがいたんですか？オスカル。オスカル。ファンジェズス。ファンジェズス。アラン。アラン。ナンバー。などなどいて。東京的にはね、平出とか重松健太郎が出てた時代だから、ちょっとそうすると、あ、そのぐらいの時に来日したことあるんだっていうのは分かったでしょ。そしてまあそこでブルーノと出会ったわけですが、なぜブルーノと出会えた？そもそもがファンと仲良いんだ。そもそもがファンと仲良いです。ファンと仲良くてそこで仲良くなったと。でもまあ仲良くなるのもすごいと思うんだけど、じゃあ仲いいやつなんていくらでもいると思うんだけど、ブルーノってどういうプレイヤー？とにかく気持ちが熱いんですよ。ハートを全面に出し切って対人プレーとかも結構強いんですよ、ね、ハードタックラー。そうですね。足元はまあまあじゃない。ヘディングは？ヘディング強いですよ。今上がってるブルーノのプレー集みたいなの見ると、ヘディングでゴール決めてるシーンいっぱい出てくるよね。そんな君がブルーノとどのぐらい仲いいか示す品をちょっといくつか持ってきてもらったんですが、ちょっと紹介してもらっていいですか？まず黄色いのは、これはロンドンオリンピックの時のシャツですね。でこれまあユニフォームに詳しい人なら分かると思うんだけど、まあオリンピックって協会のエンブレムつけるなんで、まあ国旗だよね。日本代表もヤタガラスじゃなくて日の丸がついてたりとかするんだけど、これって売ってるんですか？売ってないですよ。これどうしたんですか？いや、もらいました普通にさ、もらいましたって言ってさ、日本人がロンドンオリンピック準優勝のチームの選手のユニフォームをメッセージ入りで健三へって書いてあるどうやってこれだったの？くれました。オリンピック期間中にもらいました。その前の予選リーグの時とかに？予選リーグですね。ブルーノって何試合だったの？ロンドンオリンピック1試合途中から出てきた1試合しか着てない貴重なユニフォームが今ブラジルにはなく日本にあるでも1試合しか出てないっていうけど、そうするとあれレギュラーじゃなかったんだと思う東京ファンいっぱいいると思うけど、そういうことじゃないんだよね。年齢だよね。年齢ですね。年齢があの当時ブルーノが21歳だったで、オリンピックは23歳以下で、なおかつオーバーエイジにチアゴシューバーがいたんで、ポジションが被ってる。まあ1試合しか出れなくて当たり前だよねっていう。久保建英がずっとオーバーエイジもいるのに出てくるかとかいうことだとか、そういうことでしょ。もし飛び系だった場合に。そうです、まあ、久保建英出そうだけど、まあ、もう貴重ですよ。そしてこの水色のは、これはナポリ。これもすごいよね。あ、ブルーノってナポリで3番だったんだっていう気づきだからねでもあまり試合出れなかったんだよね。試合出てないですね。多分リーグ戦1試合とヨーロッパリーグ1試合ぐらいだよね。これもでもこの本でしょ。はい。それが今日本にあると。でこれだけでももう、あ、健三君っていうのは本当にブルーノと仲いいんだなっていうのは分かると思うんだけど、ちょっと俺からしたらビビる出来事があったんだけど、ブルーノの結婚式に行きましたねなんで
こんなに仲いいのっていうのね。結構仲いい人っていると思うんだよ。だけど、もし彼がポルトガル語できなかったらすごいと思わない。けど、ブラジル代表、セレソンみんな仲いいって。どういうことだろう。ちょっと不思議な人が世の中にいるでしょ。プレイ以外でも、ブルノが偽られたことに、なんかちょっと。性格の良さですね。すごくいい。僕が言葉喋れないじゃないですか。おうおうおう。なので翻訳機使ってくれたり、うん、あとは彼英語が少し話せるんで、うん、スパーズいたもんね、うん、で英語で対応してくれたり、すごいゆっくり時間をかけて対応してくれるんですよ。それが他の選手ってやっぱり、まあ、練習場なりどっかで待ったとしてもすぐバスに乗り込んだりしちゃうじゃないですか、うんうん、ブルーノは最後までちゃんと対応して、おー、わざわざ来てくれたなみたいな、っていう感じでブルーノがどういうね人なのかっていうのは分かってもらえたかと思います。ブラジルサッカー好きじゃん、これ見てる人は東京ファンだと思うんだよ、はい、だけどリアルな話で言うと東京に来てくれたことは嬉しいの、それともやっぱ海外ですげえビッグクラブでプレーしてるブルーノが見たかったっていうのはどういう感じなの。でも海外でプレーしてるのを見たいっていうのが本音なんですけど、 J に来て近い関東圏だったのは良かったです。あ、そうか、あるよな。温度差は違うかもしれないけど、もうすごく分かる俺は。じゃあ健三から、はい、東京ファンにブルーのこういうやつだからよろしくみたいな、なんか取り組みじゃないけどなんかあったら。本当にブルーのは熱い選手なんで、サポーターが鼓舞すればした分ブルーのは本当に熱くなるんで応援お願いします。でも本当に気迫がすごいんで、あ、どういう選手なんだろうと思ってた人役だったでしょうか。ということでまたシーズン始まってブルーの来たらよろしくお願いします。ていうか一回今度通訳で一緒に行こうよ。喋れねえか。喋れない。はい、ということで健三君ありがとうございました。ありがとうございました。